そして同じように山添拓さんを国政に送り届けたいという方からの激励や連帯のメッセージが届いておりますので、今から紹介させていただきます。まず最初のメッセージです。憲法違反の国家公務員賃下げ訴訟原告として山添拓さんと共に戦った法務労働者の藤田正明さんからです。それでは読み上げさせていただきます。参議院選挙に向けて活動を開始されたとのこと、誠におめでとうございます。山添さんとの出会いは国家公務員賃下げ違憲訴訟を担当されたことがきっかけでした。国家公務員が国を訴えることにより民間企業の賃下げに一定の歯止めをかけたと感じています。地裁判決では原告敗訴という結果でしたが、共に裁判所前で旗を出しましたね。あの悔しさを共有した仲間として連帯のメッセージを送ります。山添さんは働く人に寄り添い社会をより良くしていくことを目指す人と聞いています。寄り添うという行為は時としてとても勇気のいることです。今まさに困難な状況に置かれている人にとって山添さんに寄り添ってもらえることはどれほど安心できることでしょうか。この国では全ての面において必ずしも憲法や法律だけを見直せば社会が改善するとは言えません。それでも政治を変えるしかないという場面があります。私は末端の国家公務員とはいえ特定の政党を公に応援することができませんので、共産党頑張れとは言いません。この国をより良くするために山添さん頑張ってということにします。山添さんに幸あれ。国土交通労働組合青年運動推進副委員長藤田正明。続いてのメッセージ失礼いたしました。続いてのメッセージは、山添拓さんが学生時代に立ち上げたピースナイト9という取り組みの後輩であります西野原修斗さんからです。ご紹介いたします。山添さんのような学生時代から憲法9条を守る運動を展開していた方が選挙に出ることはピースナイト9の後輩として本当に期待の気持ちでいっぱいです。ぜひとも当選してもらい、立憲主義に基づいた政治を実現し、憲法改悪の流れを止めてほしいです。応援していますとのことです。ありがとうございました。そして最後にもう一通、なんと地球の反対側イタリアからも激励の声が届いています。アジアの貧困問題に取り組むイタリア人青年でイタリア共産主義再建党の党員でありますアリス・モーダさんからのメッセージを紹介いたします。イタリア共産主義再建党はイタリア共産党の後継政党の一つで、欧州議会にも議席を持っています。それでは読み上げます。親愛なる仲間山添拓さん、私はイタリア共産主義再建党の党員でアリス・モーダと言います。私はこのメッセージをあなたから遠く離れたイタリアから送ります。私はアジアの歴史や文化に関心があり、日本についても多くを学んできました。日本のファシストやアメリカが様々なやり方であなたたち共産党員を弾圧してきた歴史も知っています。しかしあなたたちは勇気と力強さを持って抵抗し戦ってきました。今日あなたたちは多くの人たちから歓迎されています。イタリア人の私も日本共産党の皆さんに注目していることをあなたはご存知でしょうか。街にいるあなた、広場にいるあなた、民衆の中にいるあなた、私はインターネットを通じて私の友人である共産党の仲間たちにいつも注目しています。たくさん、あなたはとても勇気があります。そして若い。私は理想のために戦うあなたと知り合えてとても嬉しいです。イタリアでは現在とても残念なことに私たちは分断されています。イタリア共産党はいくつかに分裂してしまったからです。しかし日本の仲間たちは団結して戦っていますね。たくさん頑張ってください。より良い日本社会のために、そしてイタリアから応援する私のためにも、私はどんな時もあなたと共に喜び、あなたと共に悲しむでしょう。共産党の仲間ってそうですよね。そうでしょう、山添拓。私たちは一つの拳を握るためのそれぞれの指です。ファイト山添拓、頑張れタク、山添、頑張れタク。私はあなたの勝利のために拳を高く掲げます。イタリア共和国モンツァよりアリス・モーダ。ありがとうございました。そして本日は他県のカッテレンの皆さんも山添拓さんへの激励と私たち山部への連帯のために駆けつけてくださっています。各カッテレンの方は紹介いたしましたらその場でぜひご起立をお願いいたします。まず埼玉の伊藤岳候補のカッテレン、学サポーターズの矢野俊夫さんです。
ください。続きまして、千葉の浅野文子候補の勝手ふみねえ推したいの大西渉さんとサポーターの方々です。ありがとうございました。続きまして、神奈川の浅香由香候補の勝手連、浅香由香サポーターズの細川芳雄さんです。ありがとうございます。私たち山部は首都圏各都圏の勝手連サポーターと連帯していきながら、それぞれの候補の勝利を目指したいと思います。